どうもバロンザーマスです。あの動画と全然関係ないんですけど、僕ずっと株式やってるんですよ。でめっちゃ今回大失敗して、なんとマイナス3200万円というね、今追い小攻めにあってるという悲惨な状況ですんで、まあ、このちょっと楽しんでる動画の裏側で、株式についてちょっとお話したいと思います。株式投資っていうのはね、まあ、近年ですね、NISA に代表されるように、まあまあ、みんな、まあ、ポップな感じでやろうよ、みたいなね、政府主導の、株式投資が始まって、皆さんもiDeCoとかね、NISAとか、まあ、いろいろやってることもあるかと思うんですけども、僕の場合はですね、通常、まあ、ビットコイン他株式投資でですね、まあ、ちょっと備蓄を蓄えて、まあ、それを YouTube だったり、まあ、スタッフの給料の別の、まあ、賞与に当てたりとかですね、それでやってきたわけですよ。で、それでですね、現物の売りと買いっていうのがね、普通の株式の投資の仕方になるんですけども、これはまあ、100万円持ってて、100万円の株買いました。110万円になりました。売りました。差額10万円得だよねっていう話。これは現物の買いと売りのことになるんですけども、私の場合はですね、信用の売りと買いっていうのをやってました。これどういうことかっていうと、レバレッジが効くっていう形で、要はまあ、お金借りて、まあ、頭金入れて、買うと。すると3倍まで買えるんですよ。例えば100万円持ってたら300万円分買えるんですね。まあまあ、利益、利幅が3、ね、3×3 になると。いう、まあ、ちょっと危ないやり方をして失敗してですね、今回マイナス3000万を超えたので、今度は追加保証料、追証っていうのに今追われています。これは 30% を切った補助金、あ、ごめんなさい、頭金ちゃんと入れときやっていう話でね、損失がでかくなればなるほどですね、追加の現金を入れなさいと、じゃないと自動で売りますよというね、こうブレーカーがついてるわけですよ、破産し。それでですね、まあ、ソフトバンクグループ、孫社長を信じてですね、多額の株式を投入して、で、まあ、いよいよ、まあ、やれ、400万足りません、300万足りません、みたいなね。まあ、地獄絵図と。で、これを入れなかったら自動的に売られて、話はおしまいなんですよ。なので、信用保証のお金が払えるってことは現状このまま維持しても構わないというね、試されてる状況になるんですけど、孫社長はやっぱり先を見るすごい人なんですよね。で、ですからこの状況下の中で、ニュースにも出ましたけど、ね、売り上げ、とんでもない額出してましたよね。このコロナ禍で。いや、さすがやなと思ったんです。で、そこまで株式ずっと上がったんで、それで買ったんですよ。で、売りそびれたってことですね。その後、極端に、っていうぐらい早く下がっていったんです。びっくりします。1500円ぐらい下がりましたからね、3日4日で。なんでやねんというね、まあそういう話になってくる。株式の面白いところって、これ自体をすでに先読みしている人たちが、これはいいところで引きあるんですよね。で、その引き際に僕ら、まあ、取り残されてしまったと。まあ、そういったところになるかなっていうのがまず一つ目。で、二つ目はですね、事業として成功しているこの買収とかですね、まあ、まあ、株どんどんね、売り買いをやるっていう、そういう、まあ、上場させるとかですね、まあ、大成功になって、まあ、今回も韓国のクーパンとか、まあ、すごい額出たんですよ。でも実際問題として、やっぱりね、ソフトバンクグループはアリババの株がものすごい強いんですね。今多分まあ5割、6割、5割切ってるんかなぐらいなんですけど、今中国当局にね、ジャック・マーさん睨まれてるでしょ。ここも怪しいと。株価もうまく上がってこないと。まあその辺がちょっと苦しいところの一つ目になるのかなと。それとですね、決算の時にすごい売り上げ出た、バーン、じゃあ僕らもっと買う、わーってなるはずだったのに、一気に下がったのは、ソフトバンクグループは自社株買いっていうね、もう最も最強の株価上げる方法をね、このコロナ禍でやってて、2兆円ぐらいかな、積み上げたんですよね。で、今回その発表、不自然にもありませんでした。ということは、まあ今後自社株安くなったら買うよとか、2兆円分突っ込むよっていう話がないっていうことなんで、もうこうなったら日銀様々ですよね。もう他がそれ打たへんかったら、日銀ほぼなければ自分らで上がるしかないと。で、こういうところもマイナス点になったかと思い。で、さらにですね、まあ投資家の我々に悪いことにですね、ここ2、3日はもうまあ1週間と、まあ20日でもいいかな。この期間にですね、株価が下がり始めた頃になんと孫さん自分の持ってる株一部売ってるんですよ。いや、そこも、あれって。普通ね、オーナーさんが、株買うときのポイントになるんですけども、オーナーさんが実際会社を経営してると自分たち株持ってますよね。で、株上がらんと自分の利益にならへんから、比較的ね、雇われ社長と違って株価は意識しやすいんですよ。そういう意味でもソフトバンクってね、
ソフトバンクグループさんってね、最強やと思ったんですけども、あれっていうような、ちょっとね、一旦逃げ出すんかな、みたいな雰囲気も出てきてね、これも下がる理由の要因の一つ。まあ、さらに世界的にはもう、ね、コロナを打ち破ってですね、そろそろ異常なまでのお金ジャブジャブ戦法をやめようかな、っていう絞り方が始まったのもあるとは思うんですけども、まあ、難しいですよね、株。てなわけでですね、まあまあ、私の読みなどどうでもいいんですけど、まあ、なんとか、現状を支えるって方向であまり良くないんですけど、耐え抜いてですね、私の人生で3番目に大きい借金ですね。1番目はお父さんの借金返して4億円返し終わりました。で、2回目は宮城の震災以降にボランティア行きまくって、そこでいろんな部隊を率いてね、災害ボランティアやったり、結局6000万ぐらい借金したんですよ。で、それ返しやっと終わって、これ2回目の人生のでかい借金。で、3つ目がなんと今日というね、マイナス3200万という、誰が払ってくれんのっていうね、こう自己責任の失敗になっております。まあ、ぼちぼち努力しようかなということで、まあ、今後もですね、株式投資、教えてっていう人がもしいたらですね、細かく教えていこうかなと思うんですけど、まあ、ただの泣き言になってますが、今日も元気に明るく、これからもね、現場に行って、ね、動画も撮りまくって、車もいじってっていう人生を送っていきたいと思います。まあね、まあやっちゃったとか言いながらもですね、まあちょっと採算合わせるような努力の仕方がまだ残っているので、絶望せずにですね、逆に誰にも迷惑かけてる今わけじゃないので、今日も笑顔で生きていきたいと思います。人生はね、デフレよりもやっぱりインフレ、ね、やっぱ不景気よりも景気がいい時代をね、目標に、コツコツとやるしかないかな。まあそうやって、まあこんな失敗しちゃったよという話を、お伝えいたしました。もしね、私のことを少しでもかわいそうと思っていただいたら、チャンネル登録と高評価、よかったら励ましの方のコメントくださいね。こういいねーって、いいじゃん明るくてみたいなのがあったらちょっと励みになりますけど、皆さん支えてください。それでは失礼します。